始めちゃって大丈夫ですか、はい、いいですか。あ、じゃあ3、2、1で3、2、1、スタートで。イースフェルガナの誓いを走らせてさせていただく春巻と申します。まあ、ちょっと初めにこのイベントシーンがあるんでね、まあ、この間にゲームの解説をしたいと思います。このゲームは2005年に日本ファルコムより出されたあのイース3のリメイク作品ですね。で、今この右側にいる赤い髪のアドル君が今作の主人公で、青い方のごついのが相棒のドギと。でストーリーとしてはこのドギの故郷のフェルガナ地方にアドルとドギがやってきたっていう感じですね。早速美少女が魔物に襲われてるんで美少女を救いつつ、まあ、チュートリアルと。あ、これ普通にチュートリアルですね。このここで通常攻撃なんですが、この6連撃ですね。で、今は途中でやったのがダッシュ切りと。で、ブーストモードを発動するとこんな感じで攻撃速度が上がりますね。ブーストモード中は、火ダメが半減になってさらにひるまないと非常に強力なんで、まあ、極力使っていきたいですが、あのブーストゲージを貯めるのってあの敵からダメージをもらったりこっちの体力を減らすことによってブーストゲージが貯まるんで、まあ、結構そのブーストを貯めるためにリスクを冒してわざとダメージをもらいに行ったりすることがまあいくつかありますね。そうですね。あとあの敵がある程度アイテムをドロップするんですが、まあ、まずあるのがあの体力を回復してくれる薬草ですね。あのこのゲームあの回復する手段があのセーブポイントに触れる以外にないんですよね。その敵がドロップする薬草を拾うのとセーブポイントに触ること以外回復手段がないんで、だからあのダンジョン内だと能動的に回復する手段がないんですよね。だからそれがこのゲームが難しいって言われてる理由の一つでもあると思うんですが、まあその回復する薬草をドロップすると。で、まあ、あと他にあるのがあの飛躍っていうアイテムをドロップして、これ赤、青、黄色の3種類あるんですが、赤が攻撃力アップ、青が防御力アップで、黄色が MP 回復速度アップですね。まあ、当然 RTA で必要なのは、まあ、赤一択なん あので、その敵から飛躍がドロップするかどうかも完全ランダムなんで、まあこのゲーム正直あの全編運ゲーなんですよね。その敵がどれだけ赤飛躍をドロップしてくれるかっていうのはなかなかきつい運ゲーなんですけど、まあ本当敵と戦うときは常にお祈りしながら戦ってます。そうですね。まああとあの左下に、あ、まあちょっと後で言いますね。あの左下にコンボ数が表示されるんですけど、そのコンボに応じて経験値もらえる経験値の倍率も上がっていくという感じですね、メインシステムとしては。で、まあ、ちょっとシステムの解説ばっかりでストーリーの話してなかったですが、まあ今のところ大した話はしてないですね。あの、まあ、このレドモントの街へようこそっていうぐらいしか話してないんで、ここは、まあ、特に見なくても問題ないと。そう、このゲームね、本当にイベントシーンが結構長めなんで、まあ、なんか怪しげな会合が行われてますけど、まあ、この金髪のイケメンがね本作のライバルキャラですね。ここでようやくイベントが終わって操作できるようになると。まあ、ドギはなんかどっかに出かけちゃうんで別行動と。ほい、ここから操作開始ですね。今左下にヒット39って出てるんですが、そのヒット倍率によって経験値もらえる経験値が増えるって感じですね。 1.01 倍から 1.99 倍まで変わるんで、だからボス戦とかだと本当にこの経験値レートをいかに維持して敵を倒すかどうかっていう
のも考えなくちゃいけないんで結構難しいんですよね。あ、今はあれですね、まあ、まずイベント進行のためのフラグを立てるために、その必要な人に会話していきます。シスターネルとピエール神父と、ちょっとこいつちょっとメガネでかけてちょっとなんか怪しそうですけどね、まあ、ファルコム作品はちょっといい人そうな人ほどちょっと怪しい感じがするんでね、ちょっと今の人怪しげですけど、まあ、今のエレナ、シスター、神父の3人話しかけると、イベント進行のフラグが立ってここでイベントと、まあ、ここは、東の採石場で、ちょっと事故が起きて町長たちが取り残されちゃったんで助けに行ってくれと、ほい、ラバールコート50ゴールドをもらいました。50ゴールドはまあその名の通りお金ですね。でラバールコは武器の強化素材ですね、まあ、後々使います。まあ、フェルガナの地図は使い道ないですね。まあ、移動はこんな感じでダッシュ切りで移動します。これマウス左クリックから攻撃でダッシュ切りが出せるんですけど、これマウスカチカチ聞こえてないですかね。自分の環境だと、自分の家の環境だとマウスが結構マウスカチカチしてる音が聞こえちゃうんですけど、大丈夫ですかね。これ多分近づけたら聞こえそうだけど、このマウスカチカチでクサって感じなんですけど、まあ、ここは とりあえず敵はガン無視してゴリゴリ進んでいくと。でここでちょっと RT っぽいことしようと思ったんですが早速ミスっていく。ここ飛距離伸ばしで、あれそう、ここ通常だと中盤後盤中盤終盤ぐらいでようやく来れる場所をジャンプの飛距離伸ばしのバグを使って無理やりゴールドを不正入手していくと。でこの不正入手したゴールドで買い物をするんで一旦街に戻ります。ちょっとダッシュ切りのミスが多発してますが、ダッシュ切り結構敵を巻き込むんでね、今みたいにしっかり敵を避け、本当だいぶ敵を避けないと勝手に巻き込んでいっちゃうんで注意しないといけないですね。レドモントに帰ってきて、ここは店なんでここで買い物と。ロングソードと幻影の鏡2つ購入と。まあ、ロングソードは1ランク上の武器なんで、まあ当然強いですね。ゲーム開始時点で1ランク上の武器を持って、まあ、強いと。で幻影の鏡は雑魚敵からの攻撃を3発防ぐことができるっていう、まあ、なかなかに素晴らしいアイテムなんですけど、ちょっとね、あんまり買い物をするタイミングがないので、ゲーム全体で3個ぐらいですかね、買えるのは。あれ、まあ本当序盤はまだまだ楽勝なんでしばらくは使わないですが、ロングソード装備してここで蜂を3匹倒していきます。いいですね。ここ下に降りて進んでいくと、ここゴブリン倒してレベルアップと。まあ、ここからはまあちょっとだけ、敵は無視して進んでいきますね。ちょっとダッシュ切りのミスをするとその場で剣を振るだけなんで痛いですが、でここでもう1回レベリングですね。 OK、 レベル3ですね。でどうやらこの先の道にはなんかちょっと変わった敵がいて、対処が厳しいから、まあ、倉庫でその対策、そのどうにかそいつらに対抗できるものを探してこいということで、まあ、今倉庫の鍵をもらったんで倉庫へ行きます。まあ、北道をとりあえず戻ってちょっと邪魔。でここの橋なんですが、これ橋が落ちちゃってるんですが、ジャンプ連撃のバグで渡ることができると。まあ、ここも不正入手ですね、ゴールド。まあ、このジャンプ連撃のバグ、これですね。これ打ち切ると5連発なんで、ジャンプ、これ以降ジャンプ5連撃って言います。普通のジャンプ連撃は3連撃なんですが、バグを使うと5連撃まで打てると。
最初のボス戦デュラーンですね。まあ、こいつ本当初っ端のボスにしてはだいぶ強いんですが、まあ、こっちはねロングソードを持ってるんで、まあ、楽勝と。敵の攻撃3回避けるとバリアが解けるんでそこで殴っていくと。あ、ちなみに言い忘れてましたけど、アドルの通常攻撃6連発は後ろになればなるほど攻撃力が増すんで、さっきから 1,2,3,4,5,6 の4,5,6 を狙って当ててますね。ちょっとそれはよろしくない。 OK、 ちょっとスポーン位置が悪かったですが、その上に飛ばすやつやめてほしいですね。 OK、 スムーズですね。あ、ロングソード様のおかげで楽勝と。まあ、理論値的にはね、あの植え付き、これですね、これを当てるのが一番いいんですけど、まあ、これちょっとだいぶ難しいんで、まあ、難しい上にあの現状のレベルだとこれやったところで確かターン数変わらなかったんで、まあ、4,5,6 の方がいいと。タイムアタックだと植え付きを当てるべきなんですけど、 4,5,6 よりもね。まあ、ここはもう敵を無視して、あ、ちなみに今あの手に倉庫の中で手に入れた、ちょっと出し切りミスがひどいな。倉庫の中で手に入れた炎霊の指輪で、火のリングアーツが使えるようになりました。まあ、火の魔法ですね。まあ、こんな感じで、まあ、要するにファイアボールですね。ちょっとひどい。ファイアボールは、まあ、まあこのゲームはあのこの魔法が3種類あるんですが、ちょっとひどいな。魔法3種類あるんですが、この、まあ、先に行っちゃうと今回はこのファイアの魔法しか取らないと。まあ、ここも飛距離の場所でラバールクを取っていくと。で、まあ、下に降りて、まあ、ここからも道なりに進んでいくだけですね。ここ食台に火を灯すとこの宝箱が出現してルビーが取れると。ルビーはこのファイアの魔法を強化してくれる宝石ですね。これのおかげでこんな感じでファイアをチャージすることができました。チャージすることができるようになりました。チャージすると、まあ、単純にファイアが大きくなるっていう感じですね。そう、宝箱の音はあれですよね、メトロイドにそっくりなんですけど、まあ、メトロイドはね、桃屋のキムチはいいキムチで、イースは、まあ、僕的にはあの大事なアイテム手に入れただと思ってるんですけど、どうですかね。そう、微妙に違うんですよね、メロディーが。で、エルフェール戦と、まあ、こいつはあのファイアのチュートリアル的な感じですね。あの敵が紀元山撃ってくるのに合わせてファイヤーを打つとカメファイヤーが2ヒットするんで、それを狙っていくんですが、ああいいですね。 OK、 いいですね。ああ、まあいい感じですね。今のだいぶスムーズですな。そう、まあこいつも言うて強いっちゃ強いですよね。フェルガナは序盤から普通に雑魚敵すらこっちのことを平気で殺しに来るんで難しいです。はい、ボスを倒してなんか彫像をゲットと。まあ、あれはイベントアイテムなんで、まあ、特に使い道はないですね。で、出てくるとエドガー町長が金髪イケメンに尋問されてると。まあ、この金髪のイケメンが、まあ、今作のライバルポジのチェスター君ですね。まあ、イース、まあ、最近のイースはあんまりないですけど、なんか6、7、6フェルガナオリジン7あたりはあのライバルポジションのイケメンがいたんでね、結構それ自分好きだったんですけど、最近いなくて残念ですね。あ、9はいるのかな。9ちょっとまだ僕未プレイなんですが、8にもね実はまあライバル的なのいるんですけど、あれはあの恐竜なんでね、あの恐竜というかエイトのライバルポジは人間じゃないんでね。まあ、チェスター君とこのヒロインのエレナちゃんが兄弟で、チェスターの現状を聞いてしまったエレナちゃんが落ち込んでるんで、まあ、ちょっと慰めに行きますよ。
まあ、しばらくイベントっすね。あ、そうだ、ちなみにあれですね、今回連写機使ってます。このテキスト早送りだけ連写使ってますね。これまあ昔のゲームっていうのはあるんですけど、まあ、昔、まあでも言うて14年前なんでね、その昔のゲームってこともあるんでしょうが、特定のキー長押しとかでテキスト早送りできないんですよね。テキストを早送りしようと思ったら決定ボタンを連打するしかないんで、まあ、ちょっとさすがにそれは連写を使うと。まあアクション部分に関しては連写使ってないんでね、今回は。まあこれイベント進めるためにこの司教に話しかけていくと。で、司教からさっきの眼鏡かけた怪しい神父が遺跡に一人で行っちゃったんで、まあ、助けてくれっていう依頼を受けたんで、まあ、遺跡に行くと。で、その前にこの店に入って、さっきこの奥の鍛冶屋で武器を強化します。ロングソードを2回強化と。よし、これで遺跡へ行きましょう。そう、14年前なんですよね、このゲーム。2005だったよな、確か。もうなんか正直リメイクされてもおかしくないぐらい年月経ってるんですけど、ちょっとダッシュ入りが不調ですが、まあ、ここが遺跡なんで、鍵もらった鍵で扉を開けて進んでいくと。まあ、遺跡も、まあ、まずはとりあえず敵はもうガン無視でゴリゴリ進んでいく感じですね。まあ、基本的にこのゲームは稼ぎやすいポイント、その効率のいいポイントで稼いもうがっつり稼いで、道中の歩き狩りとかは基本的にしない方がいい感じですね。まあ、ここでももう本当その後半には効率いいポイントなんで、まあ、稼ぎはそこでやります。ナイス。ここはブーストが必要なんでちょっと一発もらいたかったんですが、今魔導士くんがちゃんと一発殴ってくれましたね。うん、それはいらない、一発で十分ですよね。ここファイ、ここ実は登れちゃうんで、登ってファイヤーで食材に火をつけて仕掛けを起動させていくと。ちょっと暗いすぎで怖いですね。これマジで食らいすぎだな、やばい。こいつらをジャンプ連撃で避けていくと。おー、怖っ。ちょっと出し切りにするとね、本当その立ち止まっちゃうんで敵からの攻撃を受けるのが怖いんですよね。はい、ここからこのマップから稼ぎですね。あ、ここの稼ぎを素早くするためにブーストが必要だったと。おー、いい感じですね。敵が回復アイテムを落としてくれてる。あ、今更ですが、レベルアップすると体力満タンになるんで、これできれば有効活用していきたいですね。ナイス、逃げる前に倒せた。ここで敵を倒しつつ稼いでいくと。まあ、経験値こんだけあれば十分ですね。あ、説明し忘れてましたけど、体力ゲージの上になんかめちゃめちゃ細くオレンジ色の線が入っているんですが、それが経験値バーですね。経験値バーちょっと配信画面で見えるかわからないですが、本当自分でもなかなか見えないぐらい細いんでね、こいつ。それボス戦チェスター1、こいつハメ技があるんでそれを使っていきます。こんな感じでハメ技があるんですが、早速失敗していく。こんな感じでね、1,2,3,4,5 ファイヤージャンプではめられるんですが、ちょっと失敗しまくりですね。その被弾はよろしくない。1,2,3,4,5ファイヤージャンプ、はいはい、ちょっと不調ですね。こいつ決められるかどうかで結構差出るんですが、
ちなみにこれ体力半分切ると発狂し始めるんですよね。これ宿地、こんな感じで宿地を使い始めて、1、2、3、4、5、ファイヤー、ほい、あー今のはミスですね。完全に今のは完全なプレミ、まあ若干微妙でしたが、まあいいですね。経験値レート99維持して撃破できたんで、まあ問題ないでしょう。こいつねマジできついんですよね。あの普段と違う環境だとマジできつい。正直家でやってる時もだいぶその調子悪い時全然勝てないぐらいなんで、結構ね外部の環境だとマジで難しいですね。まあでも言うてそこまでシビアだけ、あシビアってわけではないんですけどね。あのあそうだな、まあ本当フレームで言うとどんぐらいだろうな、わかんないですが、でもなんかそこまでフレーム単位ってほどシビアでもないんでね。まあ普通に今ミスってたのは結構その操作面でのミスが多かったですかね。まああれタイミングゲーなんですけど、タイミングじゃなくて単純に操作をミスってたのが多かったですかね。なんか話してるうちにハドル君追い詰められて崖から突き落とされちゃいましたけど、こんなんまあ間違いなく死にますよね。どうやっても助からないと思うんですが、はい、まあ、あの神父は、まあ、別に悪いやつじゃなかったと。で次のダンジョン溶岩地帯ですね。でアドル君あんなに突き落とされたのに何事もなかったかのようにダッシュ切りをし始めると、まあ、ここも、まあ、とりあえず敵を無視して進んでいきます。まあ、まず左側ですね。ちょっと怖いんで被弾しないように、ここの溶岩のダメージ床ですね。こうやってジャンプでぴょんぴょん跳ねながらご利用していきます。ちょっと食らいすぎだな、怖い。これは、まあ、一応保険で鏡を使ったんですが、その敵から攻撃食らわないように。ですね、ちょっと29は食らいすぎかなって感じするけど、まあ、戻ってこれたんで問題なし。いやその鏡の浪費はよろしくないな。あ今ちなみにカキンって言って敵の攻撃防いだのは幻影の鏡のおかげですね。あと2回残ってるかな。今度は右に進んでいくと、ここの崖もジャンプ5連で乗り越えていくと、まあ、本来だったらねあそこはあのギルンっていうボスを倒して風の魔法が必要なんですけど、まあ、ジャンプ5連撃の前ではそんなものは必要ないと。まあこれは体力回復しなくても問題ないですね。プロシアの飛躍を入手と。プロシアの飛躍は、飲むとダッシュが可能になります。ダッシュ、まあ、すでにダッシュみたいなのをしていますけど、普通に歩いた時の速さが増すんでね、まあ、そのダッシュ切りと違って小回りが効くんで飲むべきですね。ブロシアの企画は。で今ボス戦のカットシーンに入る直前でブロシアの企画を飲むことで、ブロシアの企画を飲んだ効果のダイアログを省略したと。でボス戦ギャルはこいつはまあこのギャルバのこのギャルバ向かって適当に剣とかファイヤーでどんどん殴っていく感じですね。特に変わったギミックとかあんまりない。ただちょっと体力が低いんで食らわないように。あギャルバが下に降りてくれないと、降りとこんな感じで下に来てくれないとファイヤーでちまちま削るしかないんで難しいんですが、難しいというかちょっとよろしくないんですが、タイムロスがこんな感じでね、まあ、下に来ないときはファイヤーでちまちま殴っていくと。うーん下来てくれないですね。下来てお願い、ナイス。
まあ、こいつも下来てくれるかどうかのお祈りゲーですね。まあ、下来たらブーストで連撃ですね。ジャンプ切りからの上突きが一番効率的ですね。まあ、その真上は悪くないですね。まあ、下の方がいいですが、下に継いで上がいいですかね。なかなか降りてきてくれませんね。ファイヤーがメイン火力になってるな。あまりにも来てくれないから。ほい。下来ないか。あと一回下来たら終わりなんですが、まあ上でもいい。この体力なら、あ、オッケー。勝っていくと。ちょっと運がよろしくないですが、まあ、ダメ。まあ死ぬことなく倒せたと。まあ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 いいでしょう。はい、さっきのエルフエルと同じように、まあ、倒したらイベントアイテムの彫像をもらうと。まあここからまた進んでいくだけですね。あ、今更なんですが、あのアドル君のね、あの体の右側を壁に擦りつけて走るとちょっと加速するんですよね、若干。だからこういうところとかアウトコースだけど右壁を走ってると、まあ誤差レベル、あ、まあ誤差ってこともないから結構速くなってますけど、ほい。ちょっとでもギャルバの運がだいぶ悪かったですね。あれは本当もう明確に悪いって言っていいレベルの運でしたね。ギャルバ君、あの運次第で本当に1分ぐらい平気で左右されるそのタイム上下するんですよね。マジであいつは運ゲー。はい、でチェスターにさっきボス倒した後取った、彫像をよこせって言われてますが、エレナとトギが乱入してなんか流れたと。ああそうだな、まあ今流れてるこのチェスターのテーマ、これ結構かっこいいですよね。あのチェスターとはこの後もう一回戦うことになるんですけど、そこでそのチェスターの専用曲が流れるんですが、そのチェスターの専用曲の中にね、この今流れているチェスターのテーマのフレーズがあってね、それがすごいかっこいい。まあ、チェスター君は本当個人的にイースで一番好きだしかっこいいと思うんですよね。こいつのその2戦目の BGM とか、そう雰囲気とかかっこいいし、そうエフェクトとかもね本当にすごい綺麗なんで、あマジで、あ交互期待って感じで、まあ、このあとスムーズにいければ、まあ、もう一回戦うことになるんでね。で、まあ、今はなんか街で対策会議を開いてるって感じですね。で、まあ、なんかそのボスがこの彫像をドロップすることから、まあ、この彫像が魔物発生とかの、 なんだろう、異変と関連があるんじゃないかってことで、でその採石場の管理者 その左にいるおっさんが、その採石場の奥の廃坑で彫像を見かけたことがあるっていうんで、まあ、これから廃坑へ向かいます。でここで忘れずに、エドが町長に話しかけてラバール鉱20個入手と、まあ、通称カツアゲですね。オッケー。でこれで、まあ、街を出ていくと。そうさっき言ったあの右壁加速を利用するためにこういう場所でもちょっと狙っていきます。こういう橋とかでもね。あ今ちょっと加速してたかな。でここで言おうとすると、エレナに呼び止められると。で翼の5符を入手しました。翼の5符は、まあ、要するにワープアイテムですね。今までその行ったことのあるセーブポイント同士をワープできるようになると。同士じゃない、行ったことのあるセーブポイントにワープできるようになるんですね。それで採石場の倉庫前に行くと、さっきデュラーンと戦ったところの直前ですね。でここ入って、でここの壺のゴールドも回収と。でここの2人に話しかけないよう注意して廃校、廃校ちょっとこれ暗いですが、まあ一本道なんでそこまで問題ないですね。
まあ、ここも敵を無視して進んでいきます。まあ、ここは正直も無視というより逃げてるに近いんですが、これもレベル差が半端ないんで現状。防具も貧弱ですしね、今のところ。これまだ防具初期装備なんで。ちなみにここは壁加速があるのにもかかわらず、手前側のその左壁で走ってるのは、あの敵側が主に奥に固まってるから、あの壁加速を利用しようと思って右壁で走ろうとすると、もう敵に死ぬほど突っかかっちゃうからですね。ここは手前側で左壁で走った方が早い。ほい、というわけで、まあ、先代の勇者のジェノス君のお説教タイムなんでね、まあ、ここはトイレ飲み物休憩ということで、そう、ここ触んなくても平気なんですよ。ここはもうイベント流れるまで待機。お水飲みます。ホテルでもらった天然水、非常に新鮮で非常に美味しい。そう、これトイレタイムなんですよね。たまにトイレ行ったりもする。まあ小さい方ならギリ間に合うかなってぐらいなんで、飲み物だったら余裕で間に合いますね。そう、まあ、ここはまあ、イベント流れるまで待つと。まあ、この BGM もいいですよね。予感スティックス の, このフェルガナアレンジ、このピアノソロですけど本当に綺麗で大好きですね。はい、まあジェノスの話を要約すると、まあ、その悪いやつによって魔王が復活しようとしてるんで、まあ、それ助けてくれと、まあ、その見返りに勇者の力をやろうっていうことで、まあ、その勇者の力っていうのは2段ジャンプですね。まあ、要するにジャンプ後とか空中でもう一回ジャンプできるっていう。まあ、ここで終わりですね、イベントは。まあ、二段ジャンプ手に入れたけど、まあ、移動はダッシュ切りと。まあ、ここで二段ジャンプ早速活用して、距離伸ばして、ここの壺のゴールド回収。ゴールド拾えなかったけど OKOK、ここのゴールドも回収と。はい、でレオボン島に帰ります。ちなみに彫像を探すために廃校に行くっていう話でしたが、まあ、廃校にはもう二度と行きません。まあ、彫像なしでクリアできてしまうゲーム3サイドに問題があると。ちょっとダッシュ切りミスがやばすぎる。ここちょっと一旦左に行って、あのワープのブックマークを取ります。セーブポイントがあるマップに入った瞬間にブックマーク取れるんで、今ので問題ないですね。ブックマーク完了と。まあ、ここをもう一回進んでいって、ここからまたちょっと RTA っぽいことが待ってます。目の前にあるのが、ちょっとダッシュ切りやばいな、バレスタイン城ですが、ここの門閉まってるんですけど、はい、入れるといいですね、一発突破。まあ、バレスタイン城不正侵入して中のものあさりに行くと。ただ不正侵入したはいいけど、ここ本当にレベル差が絶望的なんで、一発もらうだけで本当死にかけるんでね、ちょっと本当にそこは注意。うわーとか言ってたら食らった。まずいですね。ちょっとこれ周期を待つ。ここジャンプアクション結構ここ難しいんで緊張しますけど、2連4連でラバールコ500個入手。2連4連2連3連4連、ブーストで回避。2連2連2連4連と。よし、ここセーブポイントなんで OK。 危ないですね。ナイスナイス。ここもジャンプ5連でバトルアーマー入手と。死なやすですね。神神、死ななければ安い。バレスタインでトルモン取ったんで、さっきブックマークしたエルダーム山脈へ向かいます。ここからがっつり金策ですね。ちょ、取ったバトルアーマーを忘れずに装備して、ちょ装備をね新調したいんですけど、いい加減ちょ莫大な費用がかかるんで、
ここからしばらく品作と、まあ、まずは敵を無視して進んでいきます。痛い、まあ、ここから金策ですね。敵を倒しつつ壺のゴールドも拾っていくと。ちょ、こいつまあいいや、回復回転落としてくれたんで許そう。いいやつでしたね。じゃあ下突きファイヤーが当たるんで、できれば8には低空飛行してほしいんですが、下突きファイヤーの説明まだだったの。そういえば、魔法を打つと通常攻撃のモーションキャンセルできるんですが、それと下突きの相性が非常によくって、下突きをファイヤーでキャンセルするとその下突きのモーションがキャンセルされるんですが、下突きの判定自体は残ってるんで、非常に火力が高い火力が出せると。その下突きの残ってる判定分とファイヤーが合わさってね、めちゃめちゃ強い攻撃になるんですが、そう、下突きファイヤーの当てられる相手には本当にメイン火力ですね。そう、こんな感じで蜂を下突きファイヤーで倒していくと。ちなみに下突きファイヤーにはもう一つ特性があって、まあ、これ下突きに限った話じゃないんですけど、物理攻撃を魔法攻撃でキャンセルすると、そのキャンセルされた物理攻撃にも魔法の属性が乗るっていう仕様があるんで、その下突きファイヤーは非属性になるんですよね、全部。まあ、それ後々使いますが、今金策してるんですが、左下のゴールドが14200まで稼ぎます。敵のドロップ率めちゃめちゃいいですね。太っ腹みんな蜂が、はい、ここも3連5連で下から届くと。 OK、 金策終わったんで、ヘドモントに帰ると。そうですね、その属性変更の技を使うと、属性弱点が通常攻撃でもつけると。まあ、外での金策終わったんで、ここでちょっと、この商人とね、ラバールコーと金を返還してもらいます。はい。ラスト。OK、これで金策完璧に終わりですね。はい、金策終わりつつ翡翠の指輪をもらうと。この指輪実は町のね、ある人の落とし物なんです。そのでさらにその落とし物で持ち主に返すっていうサブイベントもあるんですけど、まあ、残念ながらここで店に売ってしまうと。悲しい。ここでバンデッドスレイヤーラージシールドと幻影の鏡を1個追加購入と。で、鍛冶屋で買ったバンデッドスレイヤーラージシールドを早速2回ずつ強化して装備で、バレスタインに戻ると。ほい、ここからはレベリングですね。今度はこのレベリングがガチできついんで、ちょっと緊張します。このメイドたちで、あーやべえ、ちょっと、ま、それまずい、マジで。これ素で被弾しちゃいけないんですよね、マジで。ちょっと今の被弾やばすぎ。あー、これ鏡、危なくなったらすぐ鏡、敵の攻撃3回まで無効化。あ、ちなみに開幕で使ったアミュレットは敵を一定時間麻痺させるっていう非常に強力なアイテムですね。まあ、ここのまあ、ちなみに指輪をね、店に売り払ったのは売り払うとこのアミュレットがもらえるからですね。ああ、ちょっと誘導がよろしくないな。こいつらこっち来てくれ。まあ、ちなみに下突きしても敵麻痺しますね、確率ですが。ちょ、あいつら瀕死なのに。ああ、OK、ナイス、ファイヤーで仕留めていく。ちょっと待って、操作が。ここは一旦真ん中に行ってから右下に行くといい感じで誘導できますね、こいつらが。そう、こんな感じで固まってくれるんで、それを下突きファイヤーでゴリゴリ削っていくと。赤飛躍切れちゃったな、残念。さっきまで2あったんですが今1ですね。赤飛躍によって本当攻撃力が変わるんで、だいぶこいつらがどんだけ赤飛躍を落としてくれるか結構運要素がでかい。あ、OK、ナイス、こっ
落としてくれた。そいつら来てくれないかな。ちょ、こっち来て、こっち来て、赤落としてくれ。んー、ちょっとこっち来てくれよ。あー、赤落とさず、これ切れそうだな。ここ左下の HP、マックス HP が227になるまで稼ぎます。今204ですね。あー、赤切れたな、残念。運悪いですね。体力やばいんでブーストしたけど、レベルアップで回復していくと。そう、こちらあれ、アドルを見つけると屋上、あ、アドルを見つけるとコメント複数で釣られちゃった。アドルを見つけるとお辞儀をするんですよね。かわいい。こいつらは一応設定的には元人間なんですけど、その元人間をバラバラ死体に切り刻んでいくアドルさんのヤバさね。あと1レベルですね。227まで。なんかちょっと今回集まりが悪いな。これラストと。ここもちょっとした技があって、はい、ここ上へのマップの移動判定に下から触ることで上のフロアへ移動しました。あそこはあの壁際でジャンプ連撃をかますと普通に触れますね。ここも壁加速を期待してアウトコース走ってますけど、まあ、ここは正直インコースもアウトコースも誤差ですね。まあ、正直インコースの方が速そうですけど。あぶねー、ちょっとこれ落ちたら大ロス。あぶな。 OK ですね。ちょっと今だいぶヒヤッとしたけど、はい。ここに、このバレスタインの上司の一家が閉じ込められてるんですが、閉じ込められてるからといって、まあ、どうこうするわけでもなく、まあ、このイベントアイテムだけ回収したらおさらばと。はい、これパイプオルガンのパーツですね。これイベントアイテムなんで、もらったらもうさようならってことで。はい、ボス戦ですね。デスファルオン、デスファルオンきついですね。まあ、開幕はまあとりあえず下ファイヤーで削りますが、下突きは外していく。痛いな今のは。あ、中距離を維持してこのロケットパンチが なるべく出るように。削り切れるか。 OK、 削り切れたかな。1650ぐらい切れば問題ないですね。ちなみに今デスパロンが 青く光ってたんですが、あの青く光ってるとの、この光ってるときは特定の属性でしかダメージ与えられないんですよね。で、青は風属性ですが、風のリングアーツなんて持ってないので、まあ、このときは手出しできないと。黄色もそうですね。黄色のときはもうこの近寄って2連切りを誘発して、さっさとターンを終わらせていくと。白は物理攻撃なんで攻撃は通りますね。これちょっと残念だな。さっきの赤のターンにちょっとがばったので、これ本当は赤白赤で倒せる予定だったのが、赤白赤白かかりますね。次の赤とさらにその次の白までターンがかかっちゃう。そう、本当はこのターンで終わらせられる予定だったんですが、次の白までかかりますね。これ大丈夫か体力。あ、やべえ。うわー、マジか。ちょっとこいつ本当に火だめが大きいんできついんですけど、いやー、今の敗北はちょっとないな。結構体力余裕あったんでね、ちょっと今のは苦しい。うわー、しかも今回削りきれなかった、残念。今回も赤白赤白ですね。青色のターンは手出しできないんで、もうさっさと終わらせると。4回行動したら終わりですね。今5回殺したか、もしかして数え間違えたかも。終わりでしょ、もう。あれ終わんない。あ、 OK、 OK、 一定ヒットで切り替わるんでね。ただ今回もちょっと体力きついっすね。よろしくない。これは2回目かな。で、3、これが4ですね。これでターン終わり。
とまずい。いやー今回もやばいぞこれは。17ってかすっただけで死ぬんですが、34、 OK。 これやばいな、もうちょい削る。危ない、今の下突き棒圧やばすぎ。3発目、4発目。怖い、怖すぎる。うわ、2連切りやってくれ。 OK、 3、4。いやーやばいなこれは。うわ、しかもそれか、ロケットパンチ。あ、それでもいい。 OK、 これ勝ちかな。 OK、 危ねー、ナイスですね。ほう、ちょっとこれだいぶシビアでしたが、もうほんと最後かすっただけで死にそうでしたね。危ない。はい、でボス倒したんで、またホルガンのパーツが手に入ると、イベントアイテム手に入れて、でここ降りて、まあ行ったことない方のマップへ進んでいくと。ちょっとダッシュ切りがやばいな、ダッシュ復活しすぎ、さすがに復活しすぎ問題。でここちょっと壁抜け、 OK。 まあここめちゃめちゃ早くセットアップしても1秒ぐらいしか短縮しないんですけど、まあ面白いんでやっていくと。はい、ここ落とし穴エリアですね。こんな感じで床がガンガン抜けて下に落ちていくんですが、まあ、ここの下の方を通れば問題ないですね。 OK、 体力回復して次のボス戦と。はい、ボス戦ツェルフェルザムシュティルガー戦ですね。めちゃめちゃ名前長いですが、こいつ一言で説明すると運ですね。もうこいつワンパターンしかない。こう右端に追い詰めて剣を振り続けるだけ。こいつがもうあとおとなしくしてくれるかどうかを待つの、待つあるのみ。よし、こうやってはまったらもうあと剣振るだけ。おとなしくして、んー、その噛みつきマジで発生が早すぎるから見切れない。そう、マジでこんな感じで本当一瞬でダメージレース追いつかれるんですよね。マジできついこいつは。ちょっとおとなしくしてお願い。おとなしくしてお願いお願い。ブーストで勝ちかな。でも OK、 危ねー、ナイス、いいですね。危ない、また今回も。まあでも今のは正直プレイングじゃなくても本当運でしかないんで、お祈りですねこれは。はい、でまたイベントアイテムドロップしたんで拾っていくと。でこれで進行に必要なアイテム揃ったんで、パイプオルガンがある部屋に行くと。途中で通り抜け、途中でちょっと無視したんですが、今まで拾ってたねイベントアイテムを使う部屋があるんで、まあ、そこに行きます。あ、ここ、こっちでも使えるんですが、ここちょっとこっちは難しい、うん、難しいというか僕が苦手、単純に。ダッシュ切りミスの上に地形に詰まっていく。 OK、うん、この部屋で今まで拾ってたアイテムをはめていくと。はいはいはいと。そう、なぜかね、城の中に溶岩が。正直この城どう考えても住めるもんじゃないんですけどね、だいぶ行かれてますね。まあ、ここホルガンの音色が鳴るまで待つと。はい、で扉が開いたんでそっち進んでいくという感じですね。でこの落ちてる、はい、落ちてる、ね、ペンダントを拾っていくと。今ガバだいぶひどいガバだな今の棒立ちって。まあ、ちなみに今の銀のペンダント使い道ないんですが、無視して先に進もうとするとペンダントが落ちてるから拾わなくちゃっていう胸の
ダイアログが出てくるんで、まあ、拾うしかないと。まあ、被弾しまくりですが問題ないですね。この後ブーストが必要なんで、むしろ被弾してブースト溜まった方がいいですね。ちょっと邪魔すぎる。ここでブックマークですが、ちょっと体力が危うしいんで回復していくと。で、来た道のこの上側を戻っていきます。はい、届くか。 OK、 今ちょっと被弾したんで飛距離が怪しかったですが届いたと。OK、 でここの花たちをまずブーストンしたファイヤーで倒していくと。で、宝箱からバトルセイバーを入手で装備して、さっき入ったセーブポイントに戻ると。よし、でここで、次のボス戦ジルデューロスですね。こいつの戦法もワンパターンで、あの弱点の尻尾に対して下突きファイア連打。あ、そのミサイルはマジでやめてほしい。それ火だめやばすぎるからな。うわー、これ死にそう。間に合うか。あー、ダメか。いや、今の火弾ちょっと残念だな。んー、ブーストしたら避けられたかもしれないですが、んー、じゃあその火だめダメ。アホ。んー、ちょっとツンツンですね、こいつ。もうちょいおとなしくしてほしい。それ当たるんだ。あー、ミサイル撃たれるけど、んー、ちょっとだいぶ怪しかったですが、まあ、まあ、撃破は撃破したんでいいでしょう。ちょっとこれはだいぶ遅いですね。まあ、こいつ、まあ、負けることはあるんですけど、本当に火だめがね、本当そろそろだいぶえぐくなってきてるんで、まあ、負けることは全然あるんですが、今のちょっとよろしくないですね。普通に運も操作もなかなかよろしくない。時計塔と、まあ、個人的にあのバレスタインの BGM めちゃめちゃ人気ですけど、個人的に時計塔も好きですね。時計塔の方が好きかな僕は。ここ、ちょっと待って、この食台に登れるんですが、登れた。でこれで閉まってる扉を無視していくと。で今ちょっと操作ミスでリフトに乗れなかったけど問題ない。で食台に火をつけて、このリフトを動かして進んでいくと。はい、ちなみにここ扉が開いてるんですが、こう本当は閉まってるんですけど、扉いろんなところをスキップしすぎたせいでバグってずっと開きっぱなしなんですよね。本当はね、この扉を開けるためにその別の場所でその彫像を拾う必要があるんですが、この時計塔内の各所に、ね、彫像が置いてあるんで、それを拾うことで扉が開くんですが、ボスをスキップしすぎているせいでバグって開きっぱなしと。で今見えなかったですが、あれ画面外に食台があったんで、画面外からファイヤーで火を灯して上の今これですね、この足場を動かしたと。 OK、 スムーズですね。ここも OK、 画面外から食台に火を灯して、痛い。ちょ、何それ、怖っ。やめろマジで。今の怖すぎるなマジで。ああいう変なもらい方し始めると本当に心臓止まりますね。ちょっと若干今のでロスしたけど、まあ問題ないと。 OK ですね。はい、時計と終わりと。まあ1匹だけこのデカブツを倒して、レベル1個上げます。 HP290 まで。 OK、はい、ボス戦ですね。いやー、ちょっとさっきのナメクジ本当に心臓に悪かったけど、なんかあれですね、あの
なんて言ったらいいんだろうな、足場にのうまく乗れなかったみたいで、それでなんかガクガクいってるところにナメクジの攻撃が連ヒットしてたみたいな感じですかね。はい、でチェスター君がこの城の主のマクガイを追い詰めてるんですが、その前にチェスター君勝負と、こいつチェスター1みたいに跳ね技があるんで使っていきます。こんな感じで、連撃下突き、ちょっとミスったけど、まずこんな感じでシールドを張らせて、シールド3発殴って、シールド3発殴るとこんな感じで爆発するんで、爆発した後連撃でまたシールド張らせて、でシールド3発殴っての繰り返しですね。あと思ったけども、体力半分切ったんで発狂ですね。後半戦はマジで出れてくれるかどうかの勝負。ブーストでご用し、体力余裕あるんで OK。 なかなか削れた。ファイヤーで軽減。被弾するのが分かりきってるときはファイヤーを打つと火ダメを軽減できるんでね。あ、では言ってなかったか、ファイヤーを火ダメする瞬間にファイヤーを打つと半分になるんですよね、ダメージが。だから被弾しそうだなと思ったらファイヤーを打つべきですね。オッケー、早い、これはいいですね。悪くないですね。そう、こいつの発狂本当に強いんですが、今結構スムーズでしたね。前半もなかなか早かった、悪くない。でマクガイアを追いかけてチェスターも行っちゃったんで追いかけていくと、はい、ここでイベントですね。マクガイアがチェスターに追い詰められていると、そこに、エレナちゃんが乱入と。エレナちゃん、あの時計塔をどうやって突破したんですかね、たった一人で。まあ、これがね、この子がイースシリーズ最強ヒロインって言われるゆえんなんですけど、こんな見た目してさっき苦労した時計塔をもう一人で余裕で突破してくると。もう怪我してる様子もないですからね、ガチの化け物ですよこいつは。ちなみにね、フェルガナの誓い そのゲームの そのメタ要素の中にもね、そのエレナちゃん最強説をなんかその上付けのする要素がいくつかあって、このフェルガナの誓い そのセッティングでエレナちゃんと一言ぐらい会話ができるんですけど、そこの会話文がね、ナイトメアタイムアタックをクリアしてようやくエレナちゃんと同格らしいですね。インフェルノをクリアしてようやくエレナを超えることができると。ちなみに今これ今やってる難易度はノーマルなんですが、難易度ノーマルをクリアした時のセリフは確かゲームお上手ですねとか、そんな感じのセリフだったんでね、もうもはや煽りとしか思えないぐらいなんですけど、まあ、エレナちゃんは最強と。どうやらね、このなんか変な話してるうちにイベントは進んじゃってますが、このどうやらこのニコラス司教が、まあ、全ての黒幕だったと。でここニコラス戦ですね。まあ、ニコラス戦はまず、こうやって風で吹き飛ばしてくるんで、ジャンプ5連で防ぎつつ、あれこのシールド割るんですが、あ、やばし、あ、しまっ、あ、やあ、どうしよう、え、あ、しまった、え、これどうすんだっていうのはまあなしで、まあこれは負けイベントだったんですけど、まあちょっと今エレナちゃんの話ばっかりしてて茶番に入るの遅れちゃったから茶番ガバガバだったな。はい、まあ、ここから、魔王復活のための生贄として、エレナちゃんがねチェスター君の代わりに連れ去られてしまうと。ちょっと申し訳ない、鼻水が。はい、まあ、ニコラス君も消えちゃって、まあ、ここから、今右端に映ってるそのジェノス島に、まあ、エレナちゃんを助けに行くと。はい、で町に戻ってきて、まあ、また対策会議と。
この辺の話はまあ要するにもう町の守りは俺たちに任せて、アドル君はエレナを助けに行ってくれっていう、まあ正直他力本願な感じなんですが、まあ言われずともねエレナちゃんを助けに行きますよ。はい、これでイベント終わって動けるようになると。でチェスターに話しかけて、やばいな、やばいな、鼻水がめっちゃ出てくる。今日申し訳ない本当に。はい、でブレイブソードをもらって忘れずに装備と。ちなみに装備忘れで記録飛ばしたこといっぱいしてますね。まあ、装備忘れててもまあ勝てなくはないんですが、まあ、記録ペースで1回やらかしたことありますね。記録ペースじゃなかったら装備忘れ本当に 2,3 杯ぐらい平気でやってますね。ここちょっと OKOKOK、 あ違うまだ OK、 ここ船で渡るシーンがあるんでここでちょっと鼻かんできます、申し訳ない。RT しっかりやっていく、はい、でジェノスト到着と。まあこの辺ね、あのその勇者ジェノスの設定が加わったことによって、ね、まあ、島の名前が変わってるんですよ。原点だとガルバラン島だったんですが、それなんかドギー君がなんか倒れちゃいましたけど、どうしたんですかね、お腹でも痛いんでしょうか。てな冗談で、あの実はね、あのイベントスキップしすぎててわからないんですが、あの実はドギがチェスターに刺されるっていうイベントがあったんですよね。なんでさっきまでドギ負傷してたんですよね。でドギ負傷してたにもかかわらずアドルをここまで連れてきてくれたと。でもここまで来て力尽きてしまったって感じですね。はい、デュラン2戦目ボス戦、そう船酔いかもしれないけど、まあ、あれはね負傷してたんでしゃあないと。デュラン2戦目、まあ、1戦目と同じでこんな感じで剣を避けてバリア剥がれたらファイヤーで削っていくと。ただちょっと僕こいつが死ぬほど苦手なんでマジでちょっと緊張してるんですが、記録ペースって来たかもね。こいつ本当にきつい、こいつマジで苦手なんですよ。ちなみに1ターンでだいたい800ちょい削れるんで、うまくいけば5ターンで倒せるんですが、うまくいけるかどうか。はい、まずい、あーうまくいかない、あこれ6ターンですね。大丈夫かこれ、負けるのだけは許さない。これは6ターンですね、しゃあない。操作ミス痛いな今の、アホ。あーでも削りすぎだなそれは、まずい。まあ6ターンかかっちゃいましたけど、まあ撃破したんでいいでしょう、しゃあないですねこれは。いや本当にこいつは本当に苦手なんで、まあ、こいつ全然難しくないんですけどね、本当になんか個人的にめちゃめちゃ苦手で。あちなみに今あのデュラーンが倒した後ボロボロのシーンがありましたけど、あれ高難易度だと露出が増えるんですよね。太もものあたりが確かちょっと増えたかな、まあでも言うでそこまででもないですけど、まあ、若干露出は増えるって感じで。ラスダンの暗黒神殿ですね。あれもここも今までと変わらずダッシュ切りで敵を無視して進んでいくと。はい、このなんかトゲトゲのグルグルしてるやつは敵じゃなくてあのトラップですね。これ当たると死ぬほど痛いんで本当注意。ダッシュ切りですが、でここ、防具取ります。ああ食らうか、うん、しゃあない。
ここ、火の玉に合わせて手に入れたのテキストウィンドウを閉じると。忘れずに装備。一回ね、これせっかく取ったのに装備するの忘れてて最後まで行ったことあるんで、そういう間抜けなことはしないように。はい、あ、今日も全虫ですね。痛い。あ、その被弾やばすぎ。下手。それはここは下からくぐって。やっぱこのラスダンの苛烈さだね。本当その風の魔法、火の魔法がある前提だと思うんで、本当今この魔法が火しかないのがね、本当に辛いんですよね。で今鏡を使ったんで、これから3発までは耐えられます。無効化できますね。でちなみに今アホみたいなことで1発使っちゃった。下突き暴発で食らってしまうと。このままガンガン進んでいくだけですね。敵はガン無視と。これ体力回復できるんでね、まあ、問題ないですね。まあ、まだ鏡も2枚あるんで楽勝でしょう。ほい、うん、OK ですね。割とスムーズ。ちなみにこのマップは、今いるこの真下にセーブポイントがあるんですけど、ワープした方が早いですね。同じマップ内でも あのマップ長すぎて、同じマップなのにワープした方が早いと。だってガーランド戦、そうさっきボコボコにされちゃいましたが、今回はブレイブソードがあるんでちゃんと勝てます。まず開幕風圧で吹き飛ばしてくるんで、ジャンプ5連でいなして、あと連撃叩き込むと。ちょっとミスしました。一定回数殴るとまたこうやって風圧で飛ばしてバリア張ってくるので、あの風圧をジャンプ5連でいなして、静電撃叩き込んで、あ、体力半分切るまではこれの繰り返しです。こいつマジで火種がエグすぎるんで一発も食らわないように。火種エグすぎるんで、あの確定4発なんですよ。まあ、今あのさっき防御取ったんで、ね、多少はマシですけど。現状の記録狙いしてる時の装備だと思ってこいつ3発で負けちゃうんですよね。こいつの攻撃マジで火種やばすぎる。シュート。で体力半分切るとまず確定スイカバーですね。まあ、スイカバーの意味は、あー、それ当たっちゃうか。まあ、スイカバー、まあ、単純にスイカバーの形をしてるからスイカバーですね。吸い込み直してファイヤー打っていくと。まあ、ちなみにこれ吸い込まれたら即死級なんで、これはマジで注意。吸い込み直してファイヤー打っていく。こいつの後半もね、本当こいつがデレコードを取ってくれるかどうかな。運ゲーなんで結構シビアなとこある。ああそれよろしくないな。まあ、これは今みたいな感じでジャンプゴレンで回避できるんですが、まあ、こいつは一定後半もまあ前半みたいですね、一定ヒットで吸い込みに行こうって感じですかね。ファイヤー当たんなくね、うん、当たってないよな。今のファイヤー外し間抜けですね。あ、これは勝ちですね。でこいつ体力1になると最後終わる、最後のあがきでやって吸い込んで自爆攻撃してくるんで、まあ、これ食らってもいいんですけどね。食らいますか。耐えられるんで、まあ、現状の装備だと大体160ぐらい食らうんでね、まあ、耐えられると。はい、ガーランドを撃破してラスボスですね。原点のね88番 E3 は
塔で、あのガルバロンが上にいたんですが、ヘルガナの視界は下と。まあ、いろいろね、設定が変わってるんですよね、ヘルガナの誓いのリメイクするにあたって、あのイース6の設定を大いに盛り込んだ感じで設定がすり直されてて、そのせいでね、ガルバランの正体も実は魔王じゃないんですよ。魔王でも神でもないんですけど、まあこれしばらくちょっとイベントですね。いや、この幕合いはいいですね。あの気持ちがリラックスできて、その集中してラスボス戦に臨めますね。まあ、あのエレナちゃんの触手プレイも見られるんで、まあ、ここでねガルバラン君は片言で話したんですけど、まあ、ガルバランの正体はあのなんか戦士文明の兵器だったんですよね、ガルバランの正体って。そのせいでここでそう我を作りし者、我を刺激する者を人間消すと、ただ人間が作った兵器だったんですね、こいつの正体は。ヘルガナの設定だとね、まあ結構この設定はなんか割と賛否両論ありそうですけど、まあ、僕は好きですね。結構その戦士文明の遺産みたいな SF 系の設定が好きなんで、ちょっと話してるうちに始まっちゃったんで、ラスボスのガルバラン戦ですね。はい、開幕あの額の宝石に向かってためファイヤーを当てます。よし、当たった。当てるとこうやって本体がラフするんで、本体に向かってファイヤーレンダーで、ブーストのために一発技と被弾で、あと隙を見てファイヤーで殴っていくと、オッケー、2発目も決まる。まあ、本来はねこれガルバランが足場を作ってくるんで、その足場に乗って上の宝石にファイヤーを当てるんですが、まあ、タイミング合わせればね下から届くんで、第1形態終わりですね。第2形態は今この向かってきた腕を壊し、まず腕を壊してから本体を殴るっていう、あの SFC 版ガルバランみたいなやつですね。こう、まあ、地獄の縄跳び、終わらないか。よし、上破壊できたんで本体が来る、本体がこっちに向かってくるんで、ここにスタートしたスパイア、よーし、したスパイアで、ここで第2形態一撃で全部削り切れます。で、第3形態はこんな感じのエナジーピンポンですね、トキオカのガノンみたいなやつ。よーし、一発2ラリー目から妨害が入ります。よーし、数回はこの吸い込みです。難易度ノーマルなら吸い込みはケンクしてれば問題ないんで優しいです。この今出てるこの弾幕がマジで厄介なんですが、 OK、 いける。あとラスト、これ決めれば勝ち。よーし、いいですね、ガルバナ完璧、完璧ですね、これスムーズ。あ、まあ、あの第2形態ちょっと運悪かったですが OK ですね。うん、あとはもうイベントを流すだけですね。よしよし、ガルバラン最後気持ちよく決められてよかったですね、本当。はあ、いや、なんだかんだなんか変なお話してたけど、ガルバラン戦前まで結構緊張してました。あとはイベント流すだけと。はい、まあ、ガルバランがね、あ、なんか倒しきれなかったんでチェスター君が犠牲になると。そう、ここでねチェスターにアドル君、エレナのことをどうか頼むって言われてるんですよね。まあその後のアドル君の行動はここで分かるんですけど、この後ね、まあ、あとは、まあ、イベント流しみなんでね。あ、そうですね、まあもうなんか今回の走りの統括でもしますか。まあ、そうですね、この、まあ、結構全体的に悪くなかったですね。一発投手にしては本当に結構素晴らしい感じだったな。ミスったところ、デスカルオンで1敗と、ジルディロスで1敗か。まあ、あとあれだな、デュラン2、5ターン失敗か。
あ、本当？全体的に見れば全然悪くなかったですね。このチェスター2、ガーランド、ガルバランあたりの強敵相手にね、だいぶスムーズだったし、まあ、あとあのワンちゃん、セルフェルザム・シティルガーが一発で撃破できたのも、あれ実はめちゃめちゃ運いいんですよね。あいつ本当一発で撃破するだけでも強運って言っていいレベルの運の良さなんでね。これムービーと、そう、この今なんかかっこいいエフェクトで斧を投げてたおじいちゃん、あいつとも実は戦えるんですよね。ナイトメアボスラッシュのラストで登場してくるんですけど、まあ、あいつ本当にめっちゃめちゃ強いですよね。お前がフェルガナ救うってくらい強いです、あいつは。島一つまとめて吹き飛ぶ爆発ですと、普通にこのエドモントの街とかも平気じゃ済まなそうだけど大丈夫なんですかね。この爆発でガルバランを滅することができたと。そう、これ普通に津波起きますよね、これは。冷静に考えると、まあ大丈夫だったんでしょう。はい、しかもこのアドルたちはジェノストから小舟で脱出してますしね。こんな感じで絶対やばいと思うんですがね、まあ平気らしい。まあ、アドル君あの溶岩地帯のあの高さ落ちても平気ですからね、正直。まあ、というかアドル君は毎シリーズ漂流してるんで海に投げ出されても平気でしょうが、はい、ここでイベント終わりで、まあ、あとほんのちょっと操作してそろそろタイマーストップですね。いや、ここの BGM が一番個人的に一番好きかもしれない、この朝の旅立ちが。朝の旅立ち、旅立ちの朝どっちか忘れちゃったけど、正直この BGM 聴くために RT してるまであるぐらい好き。そう、全てが終わった後この BGM 流れるっていう。あ、次暗転したらタイマーストップですね。はい、これタイマーストップですね。はい、あ、結構良かったですね、本当に。ありがとうございます。あ、まあちょっと時間押してるし、まあこの辺で終わりますか。まあ全体的に結構いい走りできたんで良かったですね。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。